ねえ、水がもったいないから、カナタも一緒にシャワーを浴びない？そんな風に言わないで。カナタはきっとノワールだけじゃなくてミステルのことも考えて誘ったんだから。ハッ、奴が気にかけているのはミステルの中にいるポンコツだけだろ。放っておけなかったのよ、あなたを。